8月11日のところです。ハートとして万人のうちに輝く自己の実在はセルフは、それ自体が純粋な至福の大会です。ですからさっきの考え事、自分意識なくなると、ね、誰でも、皆さん誰でも純粋な至福になるっていうことですね。それを本当は求めてるんだけども、なんでそれに一生懸命取り組まないのかっていうと、実験がそうさせないんですね、うん、なんか実験は皆さんの大発揮のペットのように思うけども、そうじゃなくて、ペットがね、罠を投げ縄で皆さんの頭を全ての実験がなんか引っ張ってるんじゃないかっていうことですね。首ね、締められてるのと主人の方が締め付けられてるようなものね。ですから空の見せかけの青色のように、不幸は実際には真実在としては存在せず、青空が見えるって言っても青空がないように、苦悩があると思っても本当はよくよく見れば苦悩はないんですけどもね。五感と判断脳が空の青色を見るようなからくり同様の単なる創造作用において存在するだけです。ですから苦悩があると考えているっていうことですね。私は苦しいと思っているっていうことです。無知という暗闇のような名門をもってしては接近できない知恵ニャーナの対応である真実在は、それ自体が至福として輝いているので、それと相反する不幸は個人の錯覚を起こさせる感覚によって引き起こされた幻影名門にすぎません。考えなければ苦悩はないんですよ。非常に簡単なことなんですけどもね、考えなければ苦悩はないんですよ。それはわかるでしょ。だから無思考ほどありがたいものはないんですよ。考えなければ苦悩はないんだから。真実のところ、誰一人としてそのような幻影に過ぎないようなものを真実在の観点からは体験してはいないのです。みんなが考えてみんなが苦しんでいるね。至福である自己の本性を精査探求するなら、精査探求って訳してあるのはね、スクルートナイズね、まあ、いい日本語はなかなかないんですけれどもね、サドオームですか、インクワイア、探求する彼はあんまりインクワイアっていうようなで、スクルートナイズっていうんですが、それは非常に詳しく見ていくっていうことなのでね、まあ、精査探求って、探求の前に精査って、まあ、足しておいたんですよね。人生において不幸というようなものは全くないのです。全くないけどみんながあると思ってるんだからね。人が苦悩を味わうのは自己の本性では決してない肉体を私、自分であると思うからなのですか、神君ね。 I am this body idea、ね、苦悩は全てこのような名門のせいで起こるのです。ということで結論は誤った自己同一視っていうことです。誤った同一視ね。私はこの体であるとか、私はこの心であるとか、あるいは私はこの心身であるとかね、その上で私は縛られているとかって、まあヒロイン気取りなんだね、うん、英雄気取り、ヒロイン気取りをやめればいいんだね。空の青色を人は普通はそのようにあるものとして見ていますね。子供たちだったら知らないから、青空を見てごらんって言うと青空があると思うでしょう。空の青色を客体、対象とすると、それを見る人は主体ですが、主体が人間である他の生き物で、人間であるか他の生き物であるかによって客体、対象である空の青色の見え方、認識のされ方は違ってきます。だから自分が認識している通りなんだって思って、それを応用すると間違いだっていうことです。全ては我が世界ですから、
我が世界と我が世界のぶつかり合いですからね、当然うまくいかないんです。あなた、あの空、青色に見える？いや、ピンクに見えるよ。まあ素敵って、そういうカップルってないでしょ私はブルーなの、あなたピンクね、私たちって幸せねって、そんな夫婦ってないでしょ。だって喧嘩するでしょ、お前アホかとかっていうことになるでしょ、うん、意見が違うと大体喧嘩するでしょ。まあ素敵なって言わないでしょ、うん、まあそういう風になったらバラエティショーで面白いと思うけどね、うん、つまり客対対象の要素は主体の近く認識手段 Sensing and Thinking ね、という心身の構造からくりによって異なるのですっていうことですね。でそのセンシング・エンド・シンキングっていうのはみんなに共通してるけども、その前に問題はね、一人一人がインディビジュアル・センシング・エンド・シンキングをしてるっていうことです。インディビジュアル、その人一人一人の見方をしてるっていうことです。だからぶつかるんですね。パブリックってないんですよ、パブリック・センシングってないんですよ。他の人もそうだろうと思っても違うふうに見てるんだから。例えばこれって言ったって、中村さんから見る角度と加藤さんから見る角度と岩井さんから見る角度違うんですよ。ですから同じものを見てるんじゃないんですよ。これって言ったってね、見る角度が違うんですよ。だからインディビジュアルセンシングエンドステンキングに侵されてるっていうことですね。それをやめると初めて共通のセルフが現れるということで、インディビジュアル、センシング、エンド、ティンキングが病んだ人たちが、ジニアーミー、知恵者なんです。平等患者になれるわけです。平等患というのはセルフにおいてしかないから、センシング、エンド、ティンキングは全てね、インディビジュアルですから、そこは共通、パブリックじゃないんですよ。パブリックフォルダーに入れてくれるのは皆さんのインディビジュアルライティングでしょ。パブリックライティングじゃないだからね。あなたが牛に向かって、あの空の青さは真実ではないのかと聞いてみた。ね、聞いたとしてみてください。色盲の牛にはあなたが見ている空の青色はそのようには見えず、あなたの言葉もあなたの思考の表現としては認識されません。無視されるか、まあ、生前もですねと言われるだけでしょう。同様な質問を真実在なるセルフの各地現状者にすると、空の見せかけの青色は実際には真実在としては存在せず、五感という判断能のからくり作用の結果、単なる創造作用において青空のようにね存在するだけですというようなことが返ってきて、要するに僕たちが認識している世界は聖剣型から否定されるし、他の生き物からも否定される。で同じ人類同士、人間同士でも人と司祭に話し合っていくとみんな違うので、一人一人違うので、お互いに否定せざるを得ないんです。だから紛争いさかいは絶えないんですね。信じられない人は空の青さを確認するために天高く舞い上がる方法を見つけてください。舞い上がることができたとしても自分の頭が舞い上がっていただけだとわかる、つまり青空はなかったとわかるっていうことですね。ですから個人的な考えが正しいか間違ってるかなんて、そういう議論自体が間違いです。個人的な考え方、見方にね、正しいとか間違ってるとか、そういう分別判断を持ち込むこと自体がおかしいんです。もう全て違うんだから。なんかご質問ありますか、ここ。共通しているものはたった一つしかないっていうことです。自分意識が解消された時だけの着目、マウナ、着情、それ以外に共通しているものは何もないということですね。